大谷翔平、ドジャース、か、はたまたフランシスコ・リンドーア、メッツ、か。今シーズンのナショナルリーグ MVP をめぐる議論は白熱の一途をたどっている。動画、アジア勢最多に並んだ、大谷翔平が47号本塁打を放つシーン。共に好調のシーズンを送ってきただけに、両友が論争の中心にいるのは必然だ。しかし、議論は白熱するあまり、 一部ではあらぬ方向へと向かっている。ニューヨークの日刊誌、ニューヨークポストのベテラン記者であるジョン・ヘイマン氏は、大家を MVP に推挙する声に対して、西海岸 B 期がかかると論じたのだ。史上初となるシーズン50本類だ、50盗塁にも迫っている大谷。そんな異彩の成績を、すでに誰も成し遂げていない45から45をやってのけている。 それは素晴らしい、と評する平万記者は、リンドーについても、ホームランを打ち、盗塁も決め、守備も素晴らしく、稽古なリーダーシップを発揮している、と激賞。その上で後者が、米データサイト、ファングラフズ、の、王、打撃、走塁、守備、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標、が上回っている点を指摘し、 大谷との争いは五分五分であるべきだ。西海岸にいる選手への悲劇があるかもしれない、と訴えた。メジャーリーグの MVP は、ブアー、全米野球記者協会、の厳選された30人の投票によって決まる。ケイマン記者はそこに、西海岸 B 期がある、というわけだ。しかし、暴論、とも言える内容は反発も招いている。ドジャースの専門サイト、ドジャースウェイ、 は、ケイマン記者の論調に対して、矛盾しているとばっさり、インドアが MVP を受賞しないとすれば、王に対する意見が一致しないからでも、西海岸 B 期のせいでもなく、大谷が全体的に好調なシーズンを送ったからだ、と断言している。ケイマンがどれだけコラムで否定しようとも、大谷の目指している50から50は、このスポーツ史上で誰も達成したことがないことだ。 大谷がより多くのお金を稼いでいるからという事実は関係ない。インドアが大谷より優れているという議論には納得できる部分もあるが、ヘイマンの意見は値しない。果たして、大谷はキャリア3度目の MVP になれるのか。いずれにしてもしばらく論争は続きそうだ。文、構成、ここからネクスト編集部。